ダースター。サワイアンチャンネル。えいっとーも皆さんこんにちは、サワイアンチャンネルでさーさー。はい、ということでお兄ちゃんやってきてまいりました。天気は快晴、季節は夏、溶けます絶賛猛暑日です、今宵も。まあ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 、マジでクソ暑い。まあこの緑の効果で、ね、涼しくなってるはず。なってない、下からなんならね、ビニールハウスのようなねモワモワ感がね、ぐわー上がってきてるな今。でも結構早めの時間ではあるんで、うん、こっからまた暑くなるから。どこなんですかここは。ここはですね、まあ皆さんもうねお気づきの通り、多分感動するのは全員気づいてると思うんですけど、葛西臨海津公園に来ております。臨海津公園来ちゃったか、これ懐かしいな。なんか小学校中学校ぐらいの時にちょっとカメさんぐるーっつと、これどうよ。うわこれですよ。うわこれ絶対さ遠足とかで、お兄ちゃん来た。来たよ、元高小学校の遠足でさ。なんかスタンプラリーみたいなやらされたよわけわかんない。ここが聖地だから、うん、原点だから。だから当時はなんかもう少し涼しかった気がする。今なんか命の危険を感じる暑さだよオープニング撮るのままならないよこれ来る、うん、までで、ね、あの意識朦朧としたもん。水もめっちゃぬるいし、ね、水買ったもんめちゃくちゃぬるいやつね。あそうそう、めちゃくちゃあの買ったら毒素ぬるい毒素ぬるい水がイロハスが出てきたからまあそれは一回置いといて、置いといて、この公園で何やるのって話。何やん、 何しに来たの、このしかもこのバカクソみたいな暑い時に今回はねちょっとね、ユーチューブの持ち込み企画ということで、はい、まあ、検証企画となっております。はい、葛西臨海公園といえば何よりも広さ、確か広いね、が特徴なんですよ、うん、この広さを生かして、はい、ズバリ、うん、お兄ちゃんの声はどこまで届くのか検証、こちらやっていきたいと思います。また俺ボイス検定行くんだよまた飲んで潰すの俺。もう今日予約してあります。まだ朝だよ知ってるよルール、11時ぐらいまで声出しちゃいけないって。あそっか、そもそも喋っちゃもいけないんで俺。あそっか、そのルール忘れた。朝から発狂させんの俺の時効、もう時効かなって思って。じゃあこの後ゲーム実況頼むわあオッケーオッケーオッケー、うん、じゃあ代打で喉終わるから。いや、まあ、救急車だからする安全第一でね。でもやっぱ気になってると思うみんな、まあ、確かに、ね、しかもなかなか都会とかさ都内で叫べるとこないけど、葛西臨海公園なら、まあ、しかもこの平日の10時ぐらい誰もいない。もういるとするならばシニア、定年退職したシニア、シニアですなどピクニック作る。今回僕の発狂でおそらくシニア3人ぐらいは心臓が止まってそこら辺で多分引き上がっていくと思うそこまで届くかって話だから、ね、届く。まあ向かい風感じるけどね。ああ、私風もあるんだ。うん、風もある。かなり風重要ですよ声は。どう、自信は。自信正直、まああそこさ、うん、奥に橋あると思うんだよ。あそこら辺までは届くと思うんだよね。あのゲートブリッジ、うん、あの風車もあるじゃん。うんうんうん、風車ってかあの風力発電、はい、あれは届くよ全然そう、うん、じゃあ俺あっち移動しなきゃいけないってことか。早めに車でも行っといていいよ。本当、うん、あれ届く、届くよあれで回るよ。なんなら俺の声で、ガチ声で、俺の声でこう衝撃波で回り始める。多分声で発電するの当たり前じゃん。勢力発電、勢力発電だよ新しいやつ。あーっつってすげえ技術進化した。そうだよ、お兄ちゃん。ちなみに近くにいる人間全員鼓膜破れるけどお前カーフーハッスルのさお前知ってる、あの村長のおばちゃんおばちゃんこれ叫ぶやつ絶対今誰も知らないでしょ。お前ら調べろ、お前カーフーハッスルを叫ぶおばちゃん。これ分かる。それだから俺金置いてボーンやってガン構えてバーン行くからなんで伝わんねえじゃねえよ。ふざけんな。ネットフリックスで今すぐ見ろお前カーフーハッスル、まあ、ってことでね、まあ、カーフーハッスルのおばちゃん超えられるかっていう話だね。超えるよ早速ね。おばちゃん超えするよ。おばちゃん超え狙え。おばちゃん超え、おばちゃん超え、カーフーハッスルのおばちゃん超え。まあ、もしお兄ちゃんができたら皆さんね、ぜひグッズボタンよろしくお願いします。ということで早速ね企画検証の方に移っていきたいと思います。ではやっていきましょう。しゃはい、ということでお兄ちゃん水ちゃんどんどんいけね。まあ、ちなみにだって俺声量っつったらだから落雷だから俺デシベルで言うと。そうだよ、前検証済み見てない人動画見てほしいけど、雷って結構奥まで聞こえるはずだから。そうだよ、まあ、一応ね、まあ、ユンチョルの、まあ、調べによると、うん、1キロ、うん、一般人は1キロ届く。1キロメーター、ガチでバーって叫んで。倍だな、うん、最低の倍。2キロは行ってほしい、うん、2キロ余裕。お前慶応義塾大学時代のお前バスケ部の俺も覚醒器って言われたからお前そっか、そのスピーカーって言われたからお前力を遺憾なく発揮していただきたい、うんうん、ってことでルールとしては、まあ、お兄ちゃんはもうずっとこう定位置、okay、で俺が徐々に徐々に、まあ、離れていくから、うん、じゃあまず
もう100、まあ、50メートルぐらいで行く、50メーターぐらい行くか、50メーター東京走、まあ、この声トナトナトの話なんで、確かに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 、じゃあ一回離れてくれ、これ計測していくんだね今から、これは書かれるんだよ、うん、これはい行きます、よし、じゃあお兄ちゃん行ってらっしゃい頑張って、まず50メーターだ、50メーターでやっていきたいと思います。始まりましたね、これずっと見たかったんですよね僕ここだ、よし50メーター、やばくない？いやここマジで聞こえてるよ、そうして離れろ、一応一回お願いします、あああなんかデスターとかにしよう、あーあーが可愛い、動きました、じゃあ倍ぐらいいっちゃうか、オッケー普通に会話してるじゃんいやこれはもうね、あのサマヤ兄弟ダラダラですよ、この距離でまだ会話できる、ここら辺だ、 100m 行きました、お兄ちゃん 100m 行きました、お願いします、あーすごい、いいね、お兄ちゃん、あの次からは手挙げて叫んでほしい時で、見えなくなっちゃうから、その時はユートになんか LINE かなんか電話かなんかして、あとお兄ちゃんデスターでお願い、デスター、いいね、あそこまで行ってもらうから、ディズニーどこまで見えるでしょ、奥にあそこらへんまで叫ぶから、俺どこまで届くと思います、わかんないな、ここまで行くの嘘でしょもう見えないよ、めっちゃ遠くにいるもん、もしもし、はい、お兄ちゃん今 200m でございます、近いね、うん、どうこれ行けそう、前の声はちなみにもう電話じゃないで聞こえない、だよね、これ結構今2倍になったからね、お兄ちゃんも相当ちっちゃいよ今、小人みたいになってるよ、見た目がちっちゃくても、うん、中身はでかいから、すげえすげえすげえってことで、ね、お願いします、じゃあデスター、聞こえてますね、聞こえたね、聞こえてるね、聞こえた、俺ちょっとこれ拾っちゃったね今、ちょっともう一回やるか、お兄ちゃんちょっと もう一回お願い、もう一回お願い、余裕で聞こえてますね、聞こえた、お兄ちゃん余裕でクリアでございます、ナイス、ちょっとどのくらい次離れよっか、今200だけど400にしろよ、もう400にしますか、じゃあ倍いきますってことでいきましょう、全然余裕だね、ね、でもこれと相当きつくなってくるよここから、確かにもう消えたもん相当遠いよ、だっていないんだ俺、あのさ、はいはいはい、1キロって誰が調べたの？え、なに？まあ、普通の、俺冷静に考えたけど、うん、1キロって、どこからどこから取ってたらいいかな、いや、お兄ちゃん1キロいけるから、全然いけるから、それ、一般人化け物いや、ユンチョル調べだから、化け物で1キロ取ってちょっと待って、考えてみ、今お前らがいる距離もう 400m 地点つくから、ちょっと待って、1キロは嘘だから絶対に俺そういう大人に会ってみたいわ、1キロ声が出る大人に、届くって絶対、人間怖くなるよ俺、そしたらさあお兄ちゃん、ただいま 400m 地点でございます、相当な 4本分だから、相当ありえ距離は、相当遠いよ、もうだからお兄ちゃん見えなくなったもん、さっきのでだいぶもう見えてないよさあ果たしてお兄ちゃんの声、水飲んで、あ、水飲んで水飲んで水飲んで、いやお兄ちゃんここ結構山場だよ、ここ山場だよ、これクリアしたらもう終わりにもいいね、バケモンじゃねえだって言うと向こう映してみ、もう誰もいないよこれ届いたら事故だよ、事故、これ届いたら事故ですさあそれでは 400m チャレンジ準備 OK、 ちょっと確かに危ないね、危険だね、これはちょっと待とう、でも安全第一ですから、俺の一人の好奇心で確かに
確かに命奪う可能性あるから。行きましょう。じゃあ行きます。さあ 400m チャレンジお願いします。出した。余裕で聞こえるよ。全然聞こえるよね。全然聞こえた。全然聞こえる。ちなみに今の本気です。おお、でもね、聞こえるよ。しかもなんか何回かこう響きますよね。うん、でスタート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 。三十層できてるよ、兄ちゃん。全然余裕だよ。すごいな。普通に聞こえますよね。聞こえた。すごいよ、この距離届くって。これ分かってないと思うけど、バケモンで今やってること。400余裕で届くって頭おかしいと思うよ。じゃあ正直人間じゃないよ、一気に。いや、ユーチャル調べだから、あの正確なはずなんだけどね。次何メートル？次はそうだね、どれぐらいがいいかな。確かに警察来ないかな、俺のとこに。定期的に大きな声で叫び続ける外国人がいますって通報されないかな俺。さあお兄ちゃん 500m 地点に到着しました。これもう、もう見えるとか見えないとかのレベル騒ぎじゃないですから、ちょっと映して。もういなくなってるからでもお兄ちゃん完全に。いやでもこれはいけるはず、行ってほしい。真正面にどでかいどえらい木が立ちはだかってんだよ。確かに。よし、俺山を越えて叫んでんだよ。山を貫通させて声を轟かせようとしてるんだよ。またシニアがかなり増えてるよ。多分サーの声に惹かれてみんな集まってんじゃない、心地よくて。誰がお前ノーションの前うちだよ。スノブエじゃないんだお前、モンスターハンター。よろしいですか。よろしいです。じゃあ5秒後ぐらいですか。 OK、 お願いします。聞こえない。お兄ちゃん、ちょうどカラスが鳴いてて、カラスなのかお兄ちゃんなのか分かんなくなった。カラスが、カラスが近くで鳴いてたよね、うん、多分そのタイミングでサワが叫んだと思う。なのかあれがサワの声なのか。そう、それかあれがサワの声なのか。え、あれお兄ちゃんの声。ちょっともう一回お願いします。聞こえた俺。聞こえた。お兄ちゃん、ギリギリ聞こえた。そこだ、終わりにしよう、500だ。今俺聞こえたよ。カメラ拾ってるから。そろそろガチ吐き出しなきゃ。木の裏からね、ずっとこちらをね、眺めてくるね、座って眺めてる老人がいるんだよ。はぁ、めっちゃおもろい。ちょっともうちょい、ちょっとこの限界まで行こう。もうちょい。今650。もういいよ。いけるいける。ちょっと一回やってみよう。全力で。じゃあ行きまーす。出したいや、完全に。いや、違う。この後あっちから聞こえたよ。嘘だ。ガチ。本当？本当に聞こえた。え、全然聞こえるよ。俺は。ここじゃない。いや、お前絶対ドッキリでエクストロを叫ばせるみたいな。いや、違う。じゃあちょっと待って。じゃあ、俺もうそしたら携帯置くよ。オッケーオッケー。で、カナップはこれ、それ受話器から聞こえてんじゃないかって俺に言ってんの。でも受話器から聞こえた後に、こっちからお兄ちゃんの声も同じのが聞こえたの。オッケー。じゃあ俺がここに耳にしててさ、ヤンだけ聞こえたらさ、うん、もう絶対聞こえたじゃん。いいよ。で、5秒後にもう一回お願い。お願いします。はい、出した。言ってる。絶対さっき聞こえたんだけどな。聞こえないわ。俺の喉がもう限界。
あ、そういうこと。今結構ね、ガチでかすれて血が出たと思った喉が。これ以上やったら仕事の支障に、支障に来たす。600m が限界ということで、じゃあちょっと一回お兄ちゃんこっち来るとどれくらいの距離かっていうの。 OK、 ちょっと向かうわ。都会とかでさ、なんか鳥の糞とかがさ、鳥がさ、外来種が増殖しまくって問題になってるじゃん。はいはい。俺の声をさ、録音してさ、街中流せば多分全ていなくなると思う。でも届いてたってことでしょ、だって余裕で。こっから、まあ、ここら辺だね、やつらがいるのは。ここお兄ちゃんがやってきてまいりました。じゃあ僕らも行きますか。なんかあれじゃないですか、ハリウッドの映画で感動の再会みたいな。このシーンかっこいいよ、お兄ちゃん。感動の再会。ここはワイルドスピードジェイソン・スイザーの全然もうカツラかぶってねえ。ジェイソン・スイサカツラじゃねえ。はい、ということで、こんだけ木あった。えぐない？化け物で。地図見たらさ、公園の半分近く叫んでるよ俺。そうだよ、 600m。 怪物や。ちなみにお前のその1キロ調べは間違ってます。間違ってる。これで証明された。俺で600なんだから。確かに。1キロを叫ぶ一般人は一般じゃないのよ。怪物なんよ。全実況者だった方がいい、うん、なった方がいい。今すぐ応援団加入した方がいいよ。すごいよ。まあただ都会の1キロとこういう木々が生い茂る1キロって全然違うと思うんだよ。確かに。そもそもフィールドが緑だから、うん、もう音を吸収するわけ。なるほど。かつその間に見たところ3つぐらい小山があった。なるほど。木々が生い茂ってる。それを貫通して貫通してきてるからね。そう。ちなみに最後聞こえなかったじゃん。その1個前の方が腹から綺麗に、うん、発生できてる。1個前はね本当に届いたんだよ。あのね2個目ねもうかすれて、うん、あ、そうなんだ。聞け、あ、やばい、終わったってなった。いや俺絶対聞こえてたんだよね。そう、受話器から草はその後にあっちからでさほのかに。そう、だから600、650ぐらいがまあ限界って、まあ、ちなみに俺が叫んだところは明日から紅葉が始まります、おそらく。あ、なるほど。もう多分時期早まっちゃってる。緑が完全に多分ね今枯れます。これから一気に枯れていくと一気に、うん、急成長。そう、いやでも楽しかった。なんかストレス発散になるね。確かに。それもあったから目的で緑見ながら叫ぶって気持ちいいね。空も快晴だしね。なんかプライベートで来て思いっきり、うん、お兄ちゃん叫びに来てるからね。プライベート一人で来たらもう終わりよ、それは。もういよいよ警察よ。一人で来て警察です。テスター、テスターじゃないんだよ。もうやばいよ。いるよたまに、あの下町とかの川沿いとかにそういうおじちゃん深呼吸してると思ったらいきなりハース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 とかやるじいちゃんいるから。あと楽器とかね。いるよ楽器。演奏とかするその人の代わりにお兄ちゃんは、うん、喧嘩になるよ。だいたい川沿いで楽器演奏してるじいちゃんやばいやつらだから。こだわり強すぎてやばいやつらだから。俺の偏見だよ。コラボやだよ。まあてことでね、まあ、今回は600、まあ、50m としておきましょう一応、うん、がまあ記録でだったので。超えれるやつ超えてみる話。超えれるやついるかって話っすよ。言うとは完全に左耳聞こえなくなってるから、ね、あとはもう終わっちゃったよね。今右耳で聞いてるからかろうじて耳を澄ませて。いや本当にすごいよこれ。撮ってたでしょ全部。ここまでやばいよ。意味が分かんなかった。引いたもん自分に。一回カメラあそこに地図映してほしい。どれぐらいの距離かっていうのをさ、よりこう視覚的に分かるように。ここだね。ここだよ多分。広場を2つ越えてのここら辺。まずここに1個山があったんだよ。はいはい。で、ここにもう一個山があって、はいはい。で、ここら辺でしょ今いたの。そうだね。これで、いやすごいよお兄ちゃん、大記録ですよこれは。で多分マジでこれ山とか取っ払ったら多分こっからここまで行くと思うよ。いや行くと思うね。ちょっと取っ払ってもらおう、うん、取っ払おう、うん、声で取っ払おう。確かに。破壊してる。それできるまでちょっとハイパーボイスで毎日来よう。やだよ死ぬよ。血出るよ。もう最後の喉が先で血出かけたもん口から。あのガリガリってなったもん喉が。ガリガリガリって声出る。ボイスセンター行かなくていい。ガリガリってなって、あまずいってなった。やばい時の前兆ガリガリって。声帯がガリ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 。今回セーフということで、まあね、ぜひね皆さん今回の検証企画、お兄ちゃんさすがだなと、カンフーハッスルのおばちゃん超えだなと思った人は、ぜひグッズのボタンよろしくお願いします。くれぐれも同じことやらないこと、はい、これは真似しないです。あの専門家、同伴の専門家今回いるんでね、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、ね、またね、なんかやってほしい検証企画ありましたので、ぜひ皆さんコメント欄までよろしくお願いします。それでは、ね、また次回の動画でお会いしましょう。ブワー。